はい、今日は琉球のナンバー6、張本智和選手に来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。張本選手、今日これから、シーズン序盤の首位をかけての試合ですが、意気込みをちょっと軽く教えてください。はい、今日勝てば暫定首位になるということで、とても気合が入ってますし、もちろんいつも以上に強い気持ちを持って勝ちに行きたいと思っています。ありがとうございます。ところでですね、張本選手は野球が好きということで有名ですが、今シーズンのエンゼルスの大谷翔平選手、これホームランを取れるかどうかというのは、ちょっと張本さん、予想をお願いします。そうですね、今2位と10本差ぐらいついていると思うので、すごく期待してますし、取れると思いますし、ちょっと怪我とかすごく心配なんですけど、無事に今シーズン、終えてほしいなと、ホームラン王で終えてほしいなと思います。同じ世界を、ね、活躍するアスリートとして、やっぱりこう気になりますか？そうです、毎日すごいいいニュースを日本に届けてくださるので、まあ、ちょっと怪我とかは少し残念なんですけど、すごくホームランだったり、投げ勝ったりとか、本当に毎年見てもすごいなと思うので、まだまだ足元にも及ばないですけど、僕も大谷選手のように頑張りたいなと思います。はい、僕らも今日の試合もそうですけど、9月のアジア選手権も活躍期待しております。はい、はい、じゃあ最後に軽くファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、はい、いつも琉球やスティダや、僕の応援本当にありがとうございます。今シーズンはレギュラーシーズン、そしてファイナル、共に優勝を目指しているので、そのために今日の試合、そしてこれからの試合、大事になってきます。頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。琉球やスティダナンバー6、張本智和選手でした。ありがとうございました。